皆さん、こんにちは。健康の時間です。実際、発見、あるいは、あの、発力の、そういうようなの、訓練の中に、よく見て、太極拳とか、あるいは、あるの、鍵盤。相手に力、力発揮して、相手に遠いところを飛ばす。 でも、これは一つの種類。もう一つ種類は、その打撃の力。意味は自分出すの力は、向こうのもの、破壊する。あるいは力は浸透する。こういうようなの系と力は実際違うです。相手に遠,遠くで、あ、飛ばして倒すは、 昔のあ戦うの基本的に人間倒したら手は床についたらもう負けます。でも現代の角度器の中に特に総合角度器はあの地面のあ素用の技術寝技は結構多いですからだから倒すのはただ一つの形になります。だから ただ倒すはあまり意味なくなります。やっぱり最後相手に押さえて相手反応できない。でもそれは完成度技は今日はここで話の中心じゃない。やっぱりこの一発でもっと深いところに入る。相手はあの そういうようなのは非常に重要。これはやっぱり武術の練習の中に肩のところでもいいしあるいはテッパンチとあるいはショートいろいろのそういうの出し方はどういうふうに瞬間についてあ打の瞬打つのところはどういうふうに強大のパワーこれは非常に重要。 これは実際武術理学の課題。あるいは皆さん練習時に協力するところです。だから、その要領は一つ一つで実現する。さらに中身はもっとレベルアップ。それは重要なこと。例えば、少林寺の創用の練習の時にこう内側を教える。一つは、 体は全身の力は全部パンチあれは手首に集中するもう一つは自分例えば止めるところは実際力は一番もし終点を持たら逆に力は一番強いじゃないもう少し奥深いところにそういうところは最後の終点止まるところついたらそうすると自分の本当のパンチは 最大の力は出すは可能になります。だから、私たち、そういう練習の時に、いろいろ面で、体の全身あ、上半身と下半身と腰の、そういうようなのバランス。さらに、精神と肉体のバランス。気と意識と、あるいは肉体、つながれるのバランス。 みんなうまくあ一つに集中したら、強大的なパワーできるでしょう。